PSP クロス。はい、お疲れ様です。今回のハードオフのジャンクコーナーでたくさんジャンク品を漁ってきましたので、一個一個紹介していきたいと思います。で、今回漁ってきたジャンク品はガチャラだということで、一個一個紹介していきたいと思います。はい、ということで今回一発目に紹介するジャンク品はこいつだ。ゲッ。はい、ということで任天堂ゲームキューブオレンジ、550円未チェック品ですね。これは本体だけです。はい、未チェックだったらつくでしょうというバクチオレンジ。なんかあれですね、取っ手があると殴りやすいですね。次ドン。はい、 PSP のこれが参戦版ですね。赤はかっこいいな。で、これ液晶にフィルムが貼ってあるんで、まあ、画面は綺麗かなって感じで、状態は覚えてないのが、これがですね、2200円でした。バッテリーとかはもうもちろんないやつになってます。まあ2000円だったらありかなという感じで、またね、今度別動画とかでも、まあ、時間があったらちょっと動作の確認動画とか作ってみたいと思います。とりあえず買ってきました。次ドン。また同じく PSP 3000版、2750円ですね。これソフトの読み込み時に4割接触が悪いと、充電のね。で、まあ、バッテリーとかはないよっていうもんで、3000円でなかったらまあ買ってもね、いいんじゃないかなと思うんだけど、どうだ。これも画面はね、フィルム貼ってあるんで、多分綺麗なやつですね。まあ2台買ってきました。次ドン。はい、エレコムのコンバーターですね。これプレイステーション2か1、どっちだ、 PS1 だけなんかな。330円やったんで買ってきました。パソコンのゲームでプレステのコントローラー使いたいときはこれ使えばいいんじゃないかな。まあちょっとパソコンに実際接続してみて、まあ、動作の確認してみて使うかどうかっていうところなんですけど、まあ、コンバーターちょっと珍しいんで買ってきました。次ドン。はい、 PC エンジンのコントローラー3番、これは何だ3番って、PI の PD002 ですね。だいぶちょっと色があれだけど、550円で買ってきました。まあ別になんか使えるか使えんかわかんないんですけど、なかなか見る機会もなかったんで、まあ、550円だったらまあまあいいかなっていうことで買ってきました。次はいドン。 PC エンジン DUO の方のコントローラーかな、確か、ね、型番は書いてないんだけど確かそうだったと思う。550円でした。これも安いから、多分僕がよく聞くハードオフではね、3倍ぐらいの値段でこれ出てたんで、なんか150円なら買っとけということで、まあせっかくね揃ったし買ってきました。次。はい、ということで今回最後に紹介するジャンク品はこちら。ダーン。はい、ということで PC エンジンなんですけど、これね中の方確認していきたいと思います。はい、ということで中開けるとこんな感じですね。本体とアダプターとコントローラーですね。アダプター型番が、PAD105、 コントローラーは、PI の PD6 ということで、付属品が付いてて本体で5500円だったんですけど、ちょっとこれこっちの方も中開けてみます。あ、ちなみに外装はですね、まあまあ汚れはいろいろあるものの、まあまあ破損とかはなく状態悪くなさそう、外装だけは。ではオープン。おお、ほう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 。はい、中がこんな感じ。悪くないんじゃないですか。で、これまあ今回5500円で付属品ありで買ってきたんですけど、以前って確か動画でも紹介したと思うんですけど、まあ、同じやつをねよく買ってるんですよね。これが以前5500円で買ってきたやつ。これはねもう破損がもろある感じ で、中がねこんな感じだったんですよ。前のやつは、以前とのやつとの違いはここかな。こっち側もうコアグラフィックスになってるっていう、まあ、今回ちょっと中開けるまでね、中何が入ってるんだろうって思いながら見てたんですけど、まあグラフィックスだったら当たりかな。でもね映像ケーブルないんですよね。映像ケーブルがなくて、ちょっとね教えてもらいたい
ことがありまして、これ映像ケーブルが僕が知ってるとこだったら1650円ぐらいで売られてたんで、それは高いのか安いのか、 Amazon で見たらね1000円ぐらいだったんでどうなんだろうと思いながら、でこれだったらここか、これここの AV ケーブルでもいけるのか、まあちょっとすいません、僕もいろいろこう学習しながらいろいろやってるんですけど、もうもしねここだけでこの赤白黄色のケーブルでいけるんだったら、まあ、それさえ買えば使えるんでちょっと買いたいんですけど、まあ映像ケーブルも1650円で買うべきなのかな、まあ、ちょっと悩み中です。でちなみにこれなんですけど、状態がね多分読み込んでなかったんだっけな、だから読み込むようにもできるんだったら、まあ、直せれたらよね、せっかくこのユニットもあるんでね。はいはい、ということで今回は以上となります。今回はですね、まあ、PSP もまた変えて、ゲームキューブも、まあ、定番ですね変えて、まあ、ここコンバーターが結構ちょっと珍しいんじゃないかなっていうのと、あとはもうこの PC エンジンケースちょっと久々にこういろいろ漁ってたらあったんで、まあ、変えたのは良かったかな。5500円だったら、うん、まあ趣味の一環として買うのはありかなって感じ、まあ、これが実際動くかどうか分かんないから、まあ、そこはちょっとね手直しが必要なのかなっていう感じです。まあ YouTube とか見たらあるか、多分ネットで調べたらあるか、多分。はい、ということで今回は以上となります。また続けていろいろジャンクになさっていきたいと思いますので、よかったらご視聴いただけたらと思います。今回は以上です。ありがとうございます。バイバイ。